全神経を集中して大林くんの動きとボールの軌道を見るんだ。どんな些細なことも見逃せないように今までと視点を完全に変えて。なんとか生き延びたけど、あと4ポイントで負けなのは変わらない。とにかく1球でも多く返す。相手の動きとボールの軌道を見て真ん中に返すだけ。全神経を目に集中。連続。くそ、焦ったか。タクマ。よし、前に詰めた。決めちまえ。すごい勢いで粘り始めたぞ。まさかここからしこるのか。最後のあがきだろ。今さらしこっても意味ねえよ。もうヘトヘトじゃんか。あのしこるって何？専門用語？うん、簡単に言うと自分から攻撃しないで相手がミスるまでずっとしつこく返し続けるプレースタイルのこと。どうなんだそれ。でもなんかおかしくねえか。うん、大林ってシコラ得意なはずだろ。サーブ&ボレーだし。その大林がどうしてあんな苦しそうなんだ。やっぱり間違いない。俺が打つ前にボールの方向に走ってる。うん、テニスは特に目の力を必要とするスポーツと言われている。小さなボールは速度、高さ、深さ、角度、回転、反発力などあらゆる特性を持ち、それらの視覚情報をいかに瞬時に正確に捉えるかが勝敗に直結するからだ。テニスにおける丸尾君のフットワークはまだ未熟と言っていい。そんな彼が今こんなにもボールを拾える理由は間違いない。その目で大林君のグリップ、ラケット、フォームなど
多くの情報を一度に見て、左、ボールの来る方向を限定、ラケットから離れるボールの速度を見てその軌道を予測。すごい前。これら視覚情報でいち早く最短距離を走れているからだ。叩くか。すげえ、取った。入る、入るぞ。マジかよ、これは予想以上。一体どこに打ち上げ。いいんだよ。狙ったんじゃねえのか。すまん。ああ大丈夫です。でもあそこまで拾われたら狙っちまうよな。ああ俺でもやるよ。今の大林の反則じゃないの。ううん、 A ちゃんの失点だよ。テニスはラケットでボールを打ち返すのがルールだからね。へえ、痛いだけ損か。とはいえコートカバーリングだけでは当然決め手にかける。体力はいずれ限界に達する時が来る。67分にもわたる奮闘も及ばず、ゲームセットウォンバイ大林カウント 6-1。 ついに力尽きるか。終わっちゃった。あの、え？ってもういいと思うんだけど。あ、どうもありがとうございました。何なんだこいつは。すごいのか変なのか。いやー、すげえ粘りだったな。俺ちょっと感動したよ。こいつは面白い。お疲れ、A ちゃん。すごかったよ。もう初試合とは思えないくらいの。あれ、大丈夫？そんな強く押してないよ。あ、足に力か。あ、ダメでした。何言ってんの、ダメじゃないよ。すっごくかっこよかったよ。あ、ありがとう。は？私も頑張るからね。ありがとう。うん、ありがとう。やっぱり初めての試合だったのか。大林、お疲れさん。1時間以上かかるなんてスコア以上に手こずったな。ああ、もしあいつに少しでもテクニックやフィジカルが備わっていたら。クソ、そんなこと考えたくもねえ。あれ、ひょっとして兄貴今終わったところですか。俺もさっき終わって着替えたところですよ。ずいぶん長い試合だったんですね。もう A ちゃん拾いまくってすごかったんだから。負けちゃったけど。ほほう、サーブ&ボレーの大林相手にシコって対抗したんですね。お前シコラーって呼ばれてたぜ。シコラー？俺もさっき聞いたんだけど、しつこく粘るやつのことだって。そうなんだ。なんだよ。どうしたの A ちゃん。さてどうやって光らせるかだな、あの原石を。ただいまより2回戦に入ります。すごい。神奈川ジュニアテニスサーキット1日目は1、2回戦のみ。ほとんどがシード選手で、2回戦からの STC のみんなは本当に強い。高崎さんは。あれが STC の高崎夏か。ちょっと見えねえよ。あ、いたいた。おお、すげえかわいい。しかも強いなんて。私次当たるんだけどどうしよう。ウォンバイ高崎6ラブ。すっげー、かわいいし強え。おい、Vサインしてるぜ。
この前不安そうだったのが嘘のように。無敵の高崎さんだ。ただいま。おかえり栄一郎。試合はどうだったの？負けたよ。あら残念だったわね。でも今日はあんたの好きなかぼちゃの煮物だから元気出しなさい。ありがとう。疲れた。汚れた服あったらすぐ洗濯機に入れなさいね。父さんもうすぐ帰ってくるよ。あらそう、あんた相変わらず目いいわね。そういうのって子供の頃から変わらないのね。え？この前のタクマとの練習で思ったんだが、君はかなりいい目を持っているみたいだ。そういえばコーチにも同じこと言われた。あんた覚えてるでしょ、小さい頃から毎日毎日何時間でもそこから夜帰ってくるお父さんを探してたの。あんた一人っ子だし遊んでくれるお父さんが待ちきれなかったのね。夕方になるといつもその窓にへばりついてずっと電車ばっかりすごい顔して見てたのよ。へえ。じゃあご飯の支度するからちょっと待っててね。うん。また目がいいって言われた。確かに今日の試合、大林君のボールを見ることだけに集中した後はどんなボールにも追いつくことができたから、最後は疲れ果てるまで試合ができた。僕は負けたけど、俺は本当に目がいいのかもしれない。そんでテニスは目がいいと結構有利な気がする。才能？いや過去俺に才能なんてあった試しがない。でもせっかく見えてたんだからもっといろいろやってみたかった。今回は返すだけで精一杯だったけど、もっとこう相手の取りにくいスペースに返してみるとか、例えばここはクロス、ここはストレート、前に出てきたところでロブが打てれば、テクニック、体力、サーブ、今日勝つには足りないものが多すぎたけど、それを補えばこの目を武器にやれるってことなのかな。頑張れば強くなれるのかな。コツコツやるしかできないけど、こんな俺でも強く。母さん、俺ちょっと出かけてくる。は？どこ行くのよこんな時間に。もうすぐご飯よ。ラケットなんか持ってまさかまたテニス？うん、すぐ帰ってくるよ。ちょっとあんた今日一日テニスしてきたんでしょ？いくらなんでもハマりすぎじゃないの？ちょっとだけ。栄一郎、さすが第一シード。ゆきちくんも勝ってる。高崎さんも本当にみんなすごいな。大林くんも勝ってる。
と研究させてもらいましょう。さてと、えいちゃん、後でね。調子良さそうだな、高崎さん。兄貴、来てたんですね。あ、ゆきちくん、みんなの応援とベスト8以降の試合を見学するためにね。おお、熱心ですね。お、ボールを持ってるってことは勝ったんだね。おめでとう。ま、一応第6シードですからね。問題は次なんですよ。順当なら第4シードと当たるんですけど。お、あそこにいます、あのメガネの人が第4シードの岩佐博美です。試合前に読書は集中できるのかな。うん、今度やってみよう。ゆきちくん、勝った。おー、宮川、なんとかね。そっちは？ひょろ長いな。こっちのブロックは進行早くて、もうベスト4決めだよ。次、大林くんだから頑張んないと。この人、大林くんとやるんだ。あ、丸尾くんでしょ。大林くんと1回戦でやった。はい。すっごいしこりだったね。結構後で噂になってたよ。どんな噂だ。僕が敵取ってくるから。じゃ、またね。敵って？兄貴、あいつは覚えとくといいですよ。宮川拓也、今回の第3シードです。あそこ見てください。2番コートの奥のやつ、あれが今回の第2シードです。わ、いいところに打った。でも甘いです。この程度じゃスプリンター張りの脚力の守備範囲です。しかも追いつかれたら最後。強靭な上半身でどんな体勢からもフルショット。ベースラインから恐るべきカウンターを打つベースライナーです。さこい、おら、すごい。基本的にベースラインにとどまってストロークで勝負するタイプですが、その強打は人間のものじゃないですから。荒谷博士、はっきり言って野獣です。ちなみに高一同級生です。見えない。あと筋トレマニアですと言ってる間に始まるみたいですよ。宮川と大林くんの試合。ワンセットマッチ、大林サービスプレイ。すごい気迫。さっきと別人でしょ。宮川も荒谷くんと同様ベースライナーですが、少しタイプが違います。あのハードショットで七色のストロークと言われるほど多彩なボールを打ち分けるんです。滑ったり跳ねたり微妙に変化するボールを両手両打ちのフルショットで、ボレーが得意な大林くんもベースラインに足止めされちゃ叶いません。あの大林くんが。しかもあいつまだ中3なんですよね。って聞いてます？今紹介した荒谷、宮川、岩佐、この辺が神奈川の要注意プレイヤーですかね。そうそう、そこには大林と僕も入れておいてください。おでもなんだかんだ言ってこの大会は1番コートですよ。ご存知、 STC 所属、江川拓馬さん。拓馬さんは小学生の頃から全国区だから、神奈川ではすでに有名人です。ここでははっきり言って格が違います。でもここ最近はやる気をなくしてるってもっぱらの噂で、負けが込んでて県のトップクラスが出揃った今大会はどうかっていう話だったんですが。今日の拓馬さんを見る限りでは以前に戻ってきた感じはしますね。4番コートの勝者はボールを持って本部までお願いします。おっと、ボール返してこなきゃ。じゃあ兄貴、後で。うん、ありがとう。勝ってみたいか？コーチ。そういう顔をしていたよ。
いや、あの、いずれはって感じで調子に乗ってすみません。ノートを見せてもらっていいかね。え、あ、はい。ただのメモですよ。面白くもなんともないと思いますけど、楽しかったんです。負けて全然歯が立たなくて悔しかったんですけど、目がいいって言われて、それが試合で実感できて、そしたらもっと強くなれるかもって、そうなればきっともっと面白いだろうって。君は確かに目がいい。でもそれだけじゃない。このたった4ヶ月で君がシード選手を苦しめるほど上達するとは正直思っていなかったよ。目が良ければテニスが上手くなるわけではないからね。でもこのノートを見て合点がいった。このノートには君の試合の一球一球の軌道が記されている。つまりそれは君が試合中に打った全てのボールをしっかり認識していることを意味する。テニスはボールを打った時の感覚と、そのボールがどこに落ちたかという認識、この2つが備わった確かな一球を打って初めて上達する。君はこのノートを書いている時は一球たりとも無駄にせず上達に結びつけている。これは誰にでもできることじゃない。君のこの4ヶ月の上達から総合的に考え、これからの練習次第では1年、半年、いや、もっと早く、君は彼らより強くなれる。かもしれない。だが、これは冗談を言っているわけじゃないぞ。ここからは君次第なんだ。強くなりたいなら明日の朝7時 STC 一番コートに来なさい。それよりもっと早く、たくまさんたちより強くなれるなんて本当かな。強くなりたければ明日朝7時に来いってコーチは言ってたけど、一体何をするんだろう。いや、考えてたってしょうがない。俺の答えはもちろん決まってる。次回のベイビーステップは9分割と現実。